地元メディアが警察から入手したという新たな写真には男性が DNA 鑑定のための資料や指紋採取に応じる様子が写っています地元メディアによりますとインドネシアアチェ州の精神科病院に入院していたこの男性が2004年12月のスマトラ島沖地震とその後の津波により行方不明となっていた警察官の可能性があるということです男性は 自分のことについて記憶がない状態でしたがソーシャルメディアに投稿された男性の写真が行方不明だった警察官に似ていると話題になり警察が調査に乗り出しました DNA 鑑定により行方不明だった警察官の家族との血縁が確認されれば家族の元に戻る予定だということです